メディアと、まあ、分断ということについてまずは議論を進めていきたいんですけど、宮台さん、ことどういうふうにお考えでしょうか。まずね、分断が良いか悪いかという議論はくだらないです、はい、で理由は単純で、国民国家はね、どの道分断されていくのが当たり前だからです。その理由はね、歴史を遡れば分かるけれども、国民国家ってね、ナポレオン戦争以降傭兵じゃ戦えないということでね、国民兵で戦うために作られた戦争マシーンだからですよね、うん、なのでまだ歴史は150年強しかないんですよ。で戦争マシーンだから国民統合されるっていうことがあってね、したがって国民国家はね、戦争がなくなると基本国民が分断されていくんです。でその証拠にね、第二次大戦後全ての先進国で、累進課税率が特に金持ちに対するそれがすごい下がってきているんですよね。でその理由は国民が仲間じゃなくなったから。だから堂々と公言してる人いるでしょ、ビル・ゲイツみたいにね。だから本当に困ってる人にも金を渡すと、自堕落のアメリカ人の中に金を渡すかよ、当然の合理性だよね。で従ってなぜ国民が統合されなければいけないのかは僕には分からない。それに加えて、そもそもやっぱり分断が良くないことっていうなんか決まり文句みたいなのあるじゃないですか、うん、それがすごい良くないなと思っていて、例えばなんか多様性とかっていう言葉はいいことってことになってるじゃないですか、うん、そうですね、でも考え方の多様性とか、まあ、ある意味で分断そのものっていう感じですよね。そういう意味で言うと、その分断っていうものをどう解消すればいいかみたいな思考停止は良くないんじゃないかなって。確かに恋の表裏みたいなところありますよね。多様性と言ってる時点で価値観やね、規範はともかくとして、うん、国民国家がかつてのように統合されることはもうないんだっていう事実を踏まえる必要はあります。さらにぶっちゃけて言うと、こういうメディアに分断を作り出す力とか僕ないと思ってるんですよ。で正確に言うと、個別のメディアにそんな力はないと思うんですよ、はい、なんでかっていうと、その今起きてる問題って、要はその考え方の違う人たちが違うメディアを見てる、違うチャンネルを見てる、違う人と話していて、そもそも違うチャンネルに接してる人たち同士でコミュニケーションとか情報の交換がないってことが問題ですよね。なので個別の番組とかメディアの中でいくら議論してるふりをしても、そんなもので分断を広げることもできないし、縮めることもできないと思うんですよね、うん、つまりインターネットに先立ってもう社会は分断されていて、でそれをインターネットが加速しただけなので、なんかメディアにそんなにすごい力があると思うのは間違いだっていうのは本当にその通りです、ね、うん、なるほど。そういう感じですか。さっき西村さんと話してたけど、あんな国の言うことにも真に受けて我々幸せに安全に生きていけると思います？ありえないよね。いやだけど、それに対するオルタナティブがないから、うん、このクズに甘んじてるっていうのが今の現状だと思うんですよ。その絶望的な仕組みに対する爆弾として、みんながすごい期待をかけたと思うんですよ。だから単にその旧工業地帯に勤めていた残念な中高年の男性だけが支持していたわけではなくて、むしろアメリカっていう壊れてしまった仕組みを内側から壊してくれる、やっぱその民主主義が壊れてるっていうことの象徴としてのトランプを民主主義っていう仕組みを通じて選び出すことに期待をかけた人たちっていうのがいると思うんですよ。それが反動主義者だよね、まさにね。いや僕も基本的にはそれは賛成だったので、トランプ当選を心から願っていました。それはメディアでもラジオでも、ね、言い続けてきましたよね。でヒラリーが当選しそうになったとか、そういう情報を聞いて僕は寝込んじゃうぐらいショックを受けていました。若新さん、行きましょう。